サゴの行水かこれ。ミサゴはね、行水と見せかけて実はね水中で獲物を捕らえてるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうかね。その顛末はねまたね後ほどご覧いただきましょうかね。今日はね、いつも歩いてる北播磨のね、堤防ではなくってね、結構大きなイベントが行われているということでね、この際、河口まで出かけてみようということでね、まあ、北播磨ではないんですけれどもね、そのお隣の地域にね出かけております。北播磨は内陸部ですのでね海はないんですけど、今回はね河口近くまで出かけております。昨日からね、このジョビコ先生ね、出会うことができておりますね。そして、今回はね、ジョビオ先生にも出会うことができました。勝手にねジョビタキのことを先生と呼ばせてもらってるんですがね、この野鳥撮影し始めた頃にね結構ね、モデルさんになっていただいて、鍛えていただいたということでね、まあ尊敬の意味も込めましてね、今ちょっとね鳴き声が変わったと思いますけど、まあ2通りぐらいの鳴き声がね結構印象的に聞こえてきますのでね、覚えておくと結構見つけやすくなるというかな。まあこの鳴き方はおそらくオスもメスもね同じような鳴き方をしているんじゃないかと思いますね。今回ねこの河口付近に出かけたといいますのはね、まあいろいろな冬鳥がねいろんな環境によってやってくる鳥が違いますよね。ですからそのいつ頃のタイミングでやってくるのかなという、まあ、先駆けてやってくるね、まあ、渡り初めとでも言ったらいいんですかね。そういったことをまあ確認したいということで、まあかこのようにまあ河口に出かけたりとか里山に出かけたりとかいうことをね、まあ、しているわけなんですけれども、今回はねこの冠カイツブリですかね、これはあの冬バネの装いになるんですかね。ちょっとこうベレー帽をかぶっているようなね雰囲気に見えるんですが、私はまあ勝手にギャオスと呼ばせてもらってるんですけどね。この冠カイツブリっていう名前は夏バネに由来するんですかね。結構あの飾りバネが印象的な頭にねそういったものがあるらしいんですがね、私はね今までちょっとそれは見たことがないんですけれども、ひょっとするとね今回あのこの後出てくるね映像の中でそういった気配のね、冠カイツブリの様子があるんですが、皆さんちょっとまあ判断していただきたいんですけれどもね、なんかすごい上見てるな、何が気になる、お天気すごく上気にしてるね、なんだろう、確かにお天気気になったけどね今日はね、すごく上気にしてるよね、まあ秋の天気は変わりやすいからね、そうだよね星野さんね、全くその通り、まあ、この河口付近ではね、昨シーズンですかね、先ほどのカモリカイツブリの他に海アイサであったりとかミコアイサをね見かけることがありましたけれどもね、これがねちょっと遠目には何かなということで、まあ、注視しているわけです。結構白い部分がね、まあ、印象的、まあ、お腹が白いのがね今見えましたので、おそらくヒドリガモのメスかなと思ったんですがね、後ほどあのオナガガモが出てくるんですよね。ああどっちだったかな、ちょっと分かりづらかったですね。大城さんさん連発やったね。これ何だったのかな、結構なたくさんの小鳥の群れがね、よく見るのはカワラヒワですけどね、今横切ったのはハトですかね。こちらがあの魚がね
ジャンプしてますでしょう。結構ね、今日よく見かけたんでね、なんだろうなと思ってね。これかね、なんだろうこれ、ボラか、ボラみたいだね。ボラですかね。そして今ね、詐欺の向こうに見えているのもカンムリカイツブリだと思うんですが、頭のあたりがねちょっと茶色っぽく見えますよね。ひょっとしたら夏バネの装いだったのかな。先ほど見ていただいたね、ちょっと頭の形が違うような感じもするんですけどね。こちらがね、黒く見えてるこの集団なんですが、何だと思いますか、これ皆さんね。これ、まあ、映像地であったようなんですけどもね、まあ、後ほどねこの軍団のね、飛んでいる様子であったりとか、ね、餌を食べている様子をご覧いただきますけどね。そしてね、海らしいね、鳥に出会うことができましたね。ウミネコでしたかね、先ほどはね。カモメはまだやってきてないのかな、まあ、カモメの風鳥っていうのはね、もうつい最近知ったばかりでね。このね、ミサゴとこのウミネコの飛び方っていうのはね、今日気づいたんですが、結構似てないですか。これはウミネコじゃないかと思うんですけどね。そしてジョビオ先生ね、今年もよろしくお願いしますということでね、ご挨拶させていただきましたけれどもね、このようにね、移動するんですが、それほど遠くには行かないのでね。こちらがね、先ほどの軍団なんですが、まあ、カワウですかね。カワウはね、まあ、普段私が歩いている北播磨の河川でも最もよく見かける野鳥になりましたかね。まあ、この辺りはこのような大群と言ったらいいのかな、まあ、着水した後ね、まあ、後ほどこう餌を捕らえている様子もご覧いただきますけれどもね。ウミネコ一丁上がりみたいな感じのね、ロバタ焼きでウミネコ出てきたみたいな感じで出てたけどね。左がもだよね、違う、オナガガモ、あ、ちょっと結局わからないね。さっき手前に飛んできたのが何だった、こちらだったのかな。この今回の鳥足のコーナーそんなコーナーないけどね、何だと思いますね。コサギの足なんですが、なかなかね、足だけちょっとアップで見ると迫力ありますよね。なかなかいいと思います。そしてね、もうほぼ海ですね、ここはね、まあ海の磯ヒヨドリということで、正真正銘の磯の磯ヒヨドリですね。で、向こうにね、見えております、川の向こうにね見えておりますのはもう海でございます。まあ、そういったところまでね、出かけてまいりました。もう一度ね、このミサゴとねウミネコの、まあ、違いといいますかね、まあ、こちらなんだと思いますかね、皆さんね。ミサゴでしたね。これがね、どうやらウミネコのようなんですが、よく似てると思いませんか。なんか羽との体のバランスとか長さのね、まあ、ちょっとウミネコの方が頭のあたりが結構ずんぐりとしてね、大きく見えますよね。でも結構似てると思いますけどね。全く違う種類の鳥なんですけどね。まあ、水銀島と言ったらいいのかな、ああいったところにウミネコ結構おりましたね。水銀島1頭につきウミネコ1羽みたいな感じでおりましたけどね。まあ、これがカワウの、まあ、集団で、これ、まあ、共同作業かもしれないね。追い込み漁みたいになってるよね。
そしてイソヒヨドリ、構造物よく似合う、本当に人工物がよく似合う鳥ですよね、イソヒヨドリっていうのは。もうそしてね、まあ冒頭ご覧いただきましたミサゴなんですけれども、はじめね、なんかね、水鳥が浮いてると思ってね、撮影してみたら、このミサゴがこのように水浴びというのか、行水と言ったらいいのかね、している様子だったんですが、実はこのね、水中で獲物を捉えていて抑え込んでいるんじゃないかなとかね、ちょっと期待しつつね、しばらく観察していたんですけれどもね、なかなかこの猛禽類の水浴びっていうのは、まあ、迫力あるというかな、どうだろう、いや捉えてなかったか、ただの行水だったか。でもかっこいいね、この、まあ、ミサゴっていうのはこう翼がねちょっと長めであって、まあ、猛禽類の中では結構ね、目立つ方の鳥ではないかと思いますけれどもね、この長めの翼を羽ばたく様子ね、なかなか迫力がありますよね。まあ、ミサゴはね、私が普段歩いている北播磨内陸部でも結構ね、この冬場、まあ、秋から冬場にかけて結構ね、巡回してくるといいますかね、河川に沿ってね、登ってくるようでございます。必ずねミサゴが飛んでいる下を見るとね、川があるっていうねおっしゃる方がありましたけど、まさしくその通りだと思いますね。こちらが正真正銘ヒドリガモだったのじゃないかな、ちょっとシルエットで分かりづらいけどね。秋ヒバリ、なんか春より秋の方がヒバリよく出会うような気がするんだけど、気のせいかな。懲りずにやってますけどね。まあ冬鳥のやってきてる状況も確認したいということでね、今回は、河口付近ね、海の近くまで行ってきたんですが、このね、カムリカイツブリに出会うことができましたね。しばらくね、季節が進みますとね、もう少しいろんな野鳥に出会うことになると思います。前回はねシギの仲間だったかな、ちょっと見たことないようなシギの仲間にもね出会った記憶があるんですけれどもね、まあ、そしてね、やはり海と言いますとねカモメに出会いたいなというのはねいつも思っているんですけれどもね、いつ頃やってくるのかっていうのをねもう少しちょっとね、時を変えてね訪れてみたいと思っております。このチャンネルはね兵庫県の内陸部にあります北播磨という地域からね野鳥などを撮影して季節の移り変わりをお送りしているんですけどもね、今回のようにちょっとまあ北播磨にはないような環境であったりとかね、まあ堤防だけではなくて里山であったりとか山の方に出かけてね、いろんな野鳥がどのような状態で、まあ、季節が激しくね移り変わっている時でもありますのでね、ちょっとこうねまめに訪問してね、またお送りしてみたいと思います。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。